秩父駅付近空中写真東方向へ、秩父セメントへの引っ込め線が伸びている。南西部には、秩父神社。駅ホーム、秩父駅は、埼玉県秩父市宮川町にある、秩父鉄道秩父本線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。直営駅であり、管理駅として、大野原駅部州日野駅間の各駅を管理している。ホームと改札口は、 地下通路により連絡している。駅舎はホームの西側にあり、秩父地域地場産業振興センターを兼ねている。1階は改札口と秩父地域の物産が販売されている物産館。2階は地場産展示紹介コーナーやレストランがある。かつての駅舎は1984年に駅北東の聖地公園内に移築されており、国登録有形文化財に登録されている。 駅前の通りは数十メートルではあるが、秩父市唯一の4車線の道路となっている。トイレは改札外にあり、推薦式である。かつては、秩父セメント秩父第一工場への引っ込め線が、デルタ線を形成していた。このデルタ線では、三部口駅の転車台設置まで、SL パレオエクスプレスの C58 形状機、機関車が方向転換していた。その他にも、 2000系の入線時や、東武鉄道5000系などの方向転換も、このデルタ線でなされた。近年の乗車、降車人員の推移は、下表の通りである。秩父市役所は、隣のお花畑駅が、最寄り駅である。また、西武鉄道西武秩父駅も当駅ではなく、お花畑駅に隣接している。開業時の秩父駅駅舎秩父地域地場、産業振興センター区に、 指定文化財等データベース秩父市市、続編3編集委員会編集、秩父市市、続編3575ページ、埼玉県秩父市、1990年12月27日、京弁鉄道運輸開始及び停車場名称、会場並旅客取扱廃止漢官報1914年10月30日、公有者、 鉄道ファン1985年5月号130ページ。ありがとうございます。